まあ、開花してから数日が、経ちますが、毎年基準にしているソメイヨシノの桜の花です。これから卒業式ですが、卒業式に この辺は咲いてないですね。この辺はつぼみのままです。昔は入学式あたりで桜が満開になるんですが、異常気象でしょうか。